皆様こんにちは。グランピーペイント担当の竹野瀬です。いや、最近はですね、なんか SNS とかその直接会ったりとか、ペイントに関してちょっと褒めていただく機会がありまして、恥ずかしながらなんですけど、大変嬉しいです。 ありがとうございます。金曜日の夜とか練習してるんですけど、練習会丸いラップをぐるぐる回ってるんですけど、そこでもパナソニックを買っているお客さん、ちょっと色が渋すぎて、なんか手放そうかなとか思ってたらしいんですけども、それを塗り替えさせていただいて、すごいなんか気に入っていただいたみたいで、なんかもう乗るのが楽しいと言っていただいて、すごい嬉しいです。それになんかしまなみ海道とかそれで走りに行ったら、いろんな人に話しかけられたりして、そういう話を聞かせてもらうと、なんかちょっとすんげえ気恥ずかしいんですけど、すっげえ嬉しいっす。ありがとうございます。今日はですね、それと同じで、グラデーションのオールシーのジグザグを紹介させていただきたいと思います。それともう一つ最後に重大なお話があるんで、それもぜひ最後まで見ていただければありがたいっす。今日紹介するのはこのジグザグですね。ジグザグって何やねんという人にちょびっと説明しますね。オールシーのジグザグは、ちょっと太いタイヤが入る。グラベルロードまではいかないけど、オールロードっていう、どこでも走れるような、超遊べる自転車ですね。その自転車を今回こんな感じでペイントしました。ポイントはやっぱりこのフォークとこのグラデーションのフレームですね。大変だったです。ちょっとこのフォークもなかなかいい仕上がりなんで、まずフォークを見ていただきたいですね。このロゴですね。多分白としか見えてないと思うんですけど、パールホワイトっす。パールホワイトって実は結構塗るのがめんどくさくてですね、めんどくさいって書いてあれですけど、大変ですね。 1回で塗れないんですね。下地に1回白を塗ってから、パールの入った透明な塗料を塗り重ねないといけないですね。それでやってこのキラキラしたパールホワイトのロゴが得られます。それだけ塗っただけやロゴなんか出ないんで、まずファールホワイトを塗った後に、まずこのオールシティのマスキングしますね。で、一般的にこのグレーを塗ると思われるかもしれないんですけど、実はこのブルー先に塗ります。これも理由があってですね、あれなんですよ。このブルーがちょっと特殊で、めっちゃ止まりが悪いんですね。止まりが悪いってなんやねんっていう話だと思うんですけど、すごい下地が透けてくるっていうことで、例えば、こう下地が黒だったとしたら、この青を塗り重ねても黒のままみたいな状態なんですよね。全然隠蔽力がないっていう形であって、こう色が発色しない、そういうちょっとなんか塗りづらい塗料になってました。なんで今回このブルーを塗ってから、ここマスキングしてガンメタ塗ってっていう形でこれ作ってます。そういうのもやっぱ多少経験があるんで ビシッとできました。で、次やっぱりグラデーションですね。このグラデーションもちょっとこのタイヤの R を意識して、こっちも R がつくようにグラデーション入れてます。R がつくんで、どうしても見た感じこう R が見えるようにしようと思ったら、こっちとこっちでグラデーションのバランスを変えないといけないんで、こっちがグレーちょっと厚くなるように、で、こっちが下から薄くなるように、こうキュッと曲線を描くようにグラデーションを入れてます。グラデーション結構塗り位置選べるんで、この辺からこうグラデーションとか、この辺からこうグラデーションみたいな仕事もできるんで、厳密にここからここまでの間にグラデーション入れてとかって言われたら難しいんですけども、ある程度の位置とか指定できるんで、あれだったら相談してください。でですね、今回このグラデーション以外にも、カラーにもこだわってるんですね。実はですね、これマツダのカラー縛りで、このホワイトもブルーもガンメタルも全部マツダ車のカラーになってます。これがマツダの FD、RX7 ですね。ロータリーエンジンのなんかすごいやつ あれのブルーなの、イノセントブルーってやつですね。FD では僕的にこの色のイメージですね。このイノセントブルーとガンメタルが、
チタニウムグレーメタリックっていうやつですよね。このチタニウムグレーメタリック、僕の中ですごいビビッときてますね。結構チタンカラーとかよく流してもらうんですけど、まあ、チタンカラーかって言われたらちょっと微妙な感じですけど、すごいこうメタルの立ち上がりがすごいかっこいいですね。伝わるかどうかわからないですけど、メタルってなんか、まあ、種類とかもいろいろあるんですけども、その種類一種類でも中に入れるこう例えばアルミコントロール剤とか透かしコントロール剤とか、そういうなんか特殊な色をつけるわけじゃないんですけど、特殊な液体があるんで、それをうまいこと混ぜることによってこうアルミの粒子の角度が変わったりするんですよ。それでこうちょっと同じメタリックなのに、それを入れることによってちょっと粗さが変わって見える、立ち上がって見えるみたいな、そういう表現みたいなのがあったりするんですけど、すごいよく聞いてて、なんかこの画面って超かっこいいなと思ってちょっと興奮してます。僕だけかもしれないですけどなんでまあこんな感じで仕上がってます。で、こういう色どうやって選んだらええんって、あの皆さんわからないと思うんです。僕も最初はわからなかったです。一番おすすめというか分かりやすいのは、あの車の色で指定していただくのがやりやすいです。まあ、車の色って大体メタリックとかパールとか入ってて、なんでそれをまあ調べていただいて、まあ、メーカー名と名前を教えてもらえれば、それと同じ調色データを出せるんで作ることもできます。ただまあ車の色で全部やるっていうのは難しいと思います。あの実際車の色でオーダー来ることってあるんですけども、それほど多くないです。多いのがやっぱり自転車の写真とかですね、こういう自転車っぽい感じにしてほしいみたいな、そういう依頼がよく来ます。そういう時はあの写真をこうメールで送っていただければ近い色をこちらで作らせていただくんで、まあ、やっぱり画像なんで微妙な変化はできますけど、まあ、赤色が青色になったりとかそういうことはないんで、メタリックはメタリックで調色しますし、そういった、まあ、最大限努力して色合わせますんで、メールで言っていただければ、相談していただければ、まあ、対応させていただけます。だから僕基本あのペイント作業してるんで、電話でとかじゃなくてあのメールでお願いします。そうすれば対応できます。でですね、まあ、あの店頭にもカラーサンプルがありますんで、まあ、ソリッドカラーっていうあの通常のキラキラしてない色のやつはもちろん、あの車のやつも何種類か、それあの見に広島の方は見に来ていただいて、で直接あのスタッフが相談乗ってくれたりもするので、それでも対応できますんで、よろしくお願いします。そんな感じですかね。で、あの今回のペイントの金額なんですけど、だいたいこれで56,000円です。で、これをいきます。で、最後に重大な話ですね。重大な話、まあ、今回これも塗ってみて、まあ、手順を見直してみて、なおかつ最近いろいろあって原材料が高騰、まあ、3割4割上がってるんですね。それもありまして、まあ、心苦しいんですが、あの値段上げさせていただきます。今まで新規のペイント14,000円からだったんですけども、あの20,000円からになります。で、持ち込みの場合28,000円からのペイントだったんですけども、36,000円からのペイントにさせていただきます。よろしくお願いします。で、まあ、それで考えると、こちらのペイント、56,000円、新規の場合は6,000円アップで62,000円になります。これ持ち込みの場合は8,000円くらいだったんですかね。8,000円アップで72,000円かになります。間違ってたらすいません。なんで、まあ、これからもあのよりいいものを出せるように、いつから、はい、頑張りますんで、いつから日付が大事ですね。いやー、もうありがとうございます。あの10月1日からあのその値段でやらせてもらいますので、まあ、あと2週間ぐらいあるんで、まあ、今ペイント悩んでる人とか、まあ、この9月中に、
連絡いただけましたら、まあ、今までの値段で対応させていただきますので、よろしくお願いします。で、まあ、ちょっと値段上がってしまいますが、もう、今まで以上にちょっと褒めていただけると、そうできるように頑張りますので、よろしくお願いします。では、全部なんか言ったと思うんで、失礼します。よし。